福岡の松屋、リエモンの鶏卵そうめん元祖鶏卵そうめん松屋の鶏卵そうめん鶏卵そうめんは、ポルトガルから伝来した南蛮菓子の一つ。卵そうめんとも呼ばれる。ポルトガル語では、フィオスでおぼすと呼ばれる菓子であり、現地ではそのまま食べるだけでなく、ケーキのデコレーションとして用いることも多い。例えば、ポルトガルの、やつめうの卵というケーキには、 主要な材料として、フィオスでおぼすが大量に用いられる。氷砂糖の飽和水溶液を沸騰させて作った、蜜の中に卵黄を細く流し入れて、そうめん状に固め、取り出して冷ましてから切り揃えた菓子である。福岡県福岡市の名家同様のものが、大阪市の鶴屋八万や高岡福神京都市の鶴屋鶴樹庵などの老舗店でも作られている。 同じく南蛮菓子であるカステラやカスドースをさらに甘くしたような味で極めて甘い。作る際は砂糖を煮ている鍋の中にそこに穴の開いたステンレスの器具から卵黄を回しながら注ぐ。菜箸としゃもじを使って形を整えながら引き上げ完成とする。美しく作るには熟練を要するが見栄えやコストを問わなければ家庭でも作ることができる。 海外では切り揃えずに巻いて、まとめたり、廉価な製品は雑な形で、フードパックに詰めて販売したりする場合も多い。なお、福岡市の和菓子である、石村一万聖堂の鶴の子は、軽卵そうめんを作る際に余る卵白を見て、利用しようと発案されたという。同店は、現在も軽卵そうめんを製造販売している。日本へは、安土桃山時代に、 南蛮貿易のために、ポルトガル人商人が出入りしていた、非全国の平戸に伝来した。一般的にも古い菓子とされ、江戸時代初期に刊行された、料理物語菓子の部にも、卵そうめんとして製法が記載されている。日本人で最初に、本格的に製造をしたのは、江戸時代の松屋里江門で貿易商だった、大賀総級と共に、出島を訪れた際、 中国人の邸から製法を伝授されたと言われている。初代リエモンは1673年に博多に戻って販売を開始し、遠方年間に福岡藩主の黒田光之に鶏卵そうめんを献上して御用が師匠となったという。1957年に11代リエモンが松屋家志保の称号で法人化し、同社が製造する。 ケ卵ランそうめんは日本三大メーカーの一つに挙げられることもあった。松屋菓子保は売上げの減少により2012年11月に自己破産した。2013年に鹿児島の和菓子メーカー、薩摩蒸気屋が松屋菓子保の工場を買収して生産を再開した一方、東大リエモンが松屋、リエモンの屋号で別に生産を再開している。 ポルトガルのフィオスデオボスは植民地であったブラジルやマカオにも伝えられて作られている。隣国スペインやその植民地であったメキシコにも伝わり、スペイン語で紡いだ卵を意味するエボイラドと呼ばれる。また、フィオスデオボスは日本人、ポルトガル人、ベンガル人の根血である宮廷料理人マリー・ギマルドによってアユタヤ朝時代のタイにも伝えられた。タイでは フォーイトーンという名で知られ、現在も、名家として親しまれているが、タイでは、鶏卵よりも、濃い黄金色が出せることから、アヒルの卵が好まれ、ジャスミンや匂いたこの木で香りをつけたシロップで調理する。フォーイトーンは、カンボジアでは、ワウィという名で知られている。ありがとうございます。